ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大義久秀、試し撃ちは済みしか。あ、撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論見は再び外れてしまう。その後長政は甲斐の武田信玄と組み織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。間もなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の戦法は鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀はその光景を歯ぎしりしながら眺めていた。反逆の将、長篠の戦い。鉄砲の欠点が玉込めの間無防備になる。しかし鉄砲隊を三区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせん、撃て。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無効化した。長篠城を救うため、こぎがす山取りでも奪え。
こと、世に代わり本陣を守り、軍が敗れればこの戦は敗北。鉄砲の悪事も見抜いておるだ。その上でまだ我が輩を許すというのか。かかったな、勝つよ。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を刺し殲滅するため。臆するな、山形正景と赤備え俺にあり。再び策を蹴倒し信長の首をかっ切れ。古き者の不どもよ、生き古き時代とともに。赤備えまでも粉砕、なんと悪運の強い。馬防柵の鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。ではなく徳川を狙ってくるとは、各個撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか、うこち。長篠城の守備結構固いね。なら領主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。奥平さん、功労はいただきますよ。開門。功労を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。うん、
されて何より。織田本陣へ突撃する。父の仇今こそ討たん。アクアスカス奥の社会と信長を討てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。雑魚どもが引っ込んでおれ。忠義面無質が走る。危ないところであった。侮るにはもはや武田も頼りにならん。信長の運命はやはり我が輩しか奪えぬ。武田はまだ終わりではない。馬場さん、内藤さん、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたから、追ってはおけぬ。素晴らしき戦果よ。運命だ。最後まで戦おう。勝頼が戦を仕掛けてきた。ありがたき幸せ。
皆大義、これで武田も終わりぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。信長は我が輩が勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。